こんにちは、スイの時間割のスイです。今日もね、蒸し暑い日が続いているんですけれども、今日はこれからちょっと外出しようと思います。行ってくるところはですね、こちらですね、この山田駒子さんが個展を開きます。モザイクタイル展ってやつですね。彼女は私の中学時代からの友人でして、最初モザイクタイルを、のお教室に通っていて、それでずっと習っていくうちに最終的にはインストラクターの資格まで取りましてですね、今は生徒さんにワークショップっていうんですかね、生徒さんを抱えているという努力家の友達です。これからね、彼女が作った作品を見に行きたいと思います。それでは行ってきます。